こんにちは、翔です。今回はね、この 02.5 ね、タミヤのねオプションパーツをちょっと組み込んでね、走行性能上がっちゃうかなみたいな感じでやってみたいと思います。ちょっと周りにねいろいろ用意してますけど、フロント周りもね駆動系もちょっとやるんですけどね、今回導入するオプションパーツがね、まずはタミヤのね DT03 用強化 M パーツ、これも以前買っててね、なんかまあここにあるやつ全部そうなんですけど、探したら出てきたんでって感じでね、組み込みやるんですけど、デフもね DT02 用のボールデフ、この辺もね DT03 でやったのと同じですね、軽量ギアシャフトとスチール製のピニオン、今回は 17T かな。でこれはちょっとね、もしかするとなんですけど、ケースもね傷んでるようであれば新品に交換しようかなと思ってます。あとはこれね、DT03 で使ってた DF02 用のユニバーサル、これも組み込みを行います。あとはねダンパーオイルも前後ともに柔らかいものにね、交換します。結構 これもね前回まで跳ねてた印象がね、強いんでね、それでどんな感じになるのかねちょっとワクワクですけど、組み込みの方ねちょっと行ってみます。はい、それではね組み込みが完了しました。見た目はねもうほとんど何も変わってませんけど、ちょっと一つだけねなんかキラキラしたのがついてて、ほんと田舎臭い感じになっちゃったなって感じでね、まあこれね本当はオプションのねカーボンダンパーステーが欲しかったんですけど、ちょっと欠品でね手に入らないってことで、まああるねあることがちょっと試したくてね、このアルミ板から急遽まあ切り出したような形なんですけど、まあ、何がしたかったかっていうと、フロントのこのサスアームに対してのねダンパーの角度が寝すぎてるんじゃないかなっていうのがちょっと気になってて、これねこのフロントのロアアームに対してのこのダンパーの角度、まあ、直角に近い方がいいんじゃないかなってことでね、なるべく近づく方向にちょっとねダンパーステイを起こしてやったんですけど、まあ、適当なスペースはなかったんでね 3mm ワッシャーでやりましたけど、ちょっとねもうこれ以上やるとあのね、付け根の部分のねあのマウントに当たるこの M パーツね、この辺の穴がやばそうだったんで、もうこれぐらいでやめましたけど、どうかな、ちょっとねタイヤついてるから分かりにくいですけど、かなりね角度的には、まあ、私はいいんじゃないかなと思ったんですけどね。で強化 M パーツね、このサーボのマウントと、フロントバンパーもねついてたんでこれも交換しました。であとはダンパーステーの付け根の部分ね、それとダンパーオイルも柔らかいものに交換、フロントはそれぐらいかな。でリアはね結構時間かかっちゃいましたけど、ケースはね問題なさそうだったんで以前使ってたものをねそのまま使ってます。ただね中に関してはねもうかなり、やってます。純正のギアはね全部新品に交換して、ベアリングも洗浄して注油、デフもね結構締めたんですけど、どうなのかな。でも本当ね鳴らしはね今回かなりざっくりな感じでしたね。でリアのダンパーオイルも交換して、どうかな、どんな感じになっちゃうかなって感じでね、本当ちょっとワクワクですけどね、見た目はかなり本当何回も言うけどこの写真個人的には好きなんですよね。ということでねコースでテストをやってみます。はい、それではねコースにやってきました。やっぱりねあのシルバーの部品はちょっといけてますよね。ほんと昭和ないでたちかなって感じなんですけど、まあ私なんでねしょうがないかなってとこで、タイヤはねいつもの、タミヤのデュアルブロックタイヤの C ですね、を前後に履いてます。
がね、なんだか知らないけどね、落ち着きがないんですね。もうこんなんじゃなかったよなってぐらい、まあね、全然違っちゃってるんですけど、ほんとね、まず直進安定性がね、全然ダメですね。ほんとね、まっすぐ走らせるのがかなり大変なんですよね。あ、なのでね、こんなことになっちゃうんですけどね、あのでっかい石はね、ちょっと頑張って移動させなきゃやっぱダメかなみたいなね、壊しちゃうのもやだなみたいな。ということでね、まあ要は直進当て線ないんで、立ち上がりもね、うまく乗せられないんで、ジャンプも飛べないってことで、コーナリングに関しても、まあ、進入はね、アンダー、立ち上がりがオーバーみたいな、なんかよくわかんないことになっちゃってて、ほんとね、気難しくて、操作してて楽しくないマシンにね、残念ながら、大きな変貌を遂げたかなみたいな感じですけど、まあこの本当なんか潜在的なものがね、このカスタムをしたことでちょっと表に出ちゃったのかなっていう感じですかね。ちょっとね、この日手持ちの部品がなかったんですけどね、なんとかちょっと調整をやることにしました。ということで、もういろいろこれ試した後なんですけどね、まずはダンパースプリングですね、これ多分 TRF201 のソフトだと思うんですけど、あとこのフロント周りにウエイトね、 5g ってやつが手元にあったんで、まあ、ベタベタ貼りながらね、いろいろ試したんですけど、最終的にはこの 5g のウエイトを5個、 25g ね追加してます。リアに関しても、まあ、スプリング多分これエアレーションの純正だと思うんですけど、あとね、車高をねちょっと調整して、このリバウンド側のストロークをねなるべく稼げるようにちょっとやってみたんですけどね、これでどんな風になっちゃってくれちゃうのかね、ちょっともう一回ね走らせてみたいと思います。変わったちゃ変わったんですけどね、まあ、アンダーの方向にこれチューニングしたんで、かなり全体的にはアンダーになっちゃってますけど、ただね、まあ、楽しくはないなみたいなね感じですね。これやっぱりね、直進安定性は相変わらず良くないんですね。どうしようかなみたいな感じですけど、ちょっと前回ね、あの楽しかった DT03 のね、動画をね見てみます。トラクションですよね、こいつはね。しかも曲がらないかといえばそこそこ曲がるっていうね、なんでこうなっちゃったんだろうみたいな、ね、そんな気もしますけど、ほんとね、まあ、もちろん別の車なんで別物なんですけど、もうちょっとね肉薄するかなと思ったんですけど、まあね、次回アライメント含めてもう一回チューニングだなっていう感じですけどね、まあ、それだけでどうにかなりそうな気もしないんで、ボディもね、ほんとこれかなりもう荒れちゃったんでね、ウイングも含めてちょっと別のボディを考えるかなっていう気もしてます。もしね、こんなのどうみたいなのあったらね教えてほしいぐらいなんですけど、
まあね、開ければそれなりにねグッといっちゃうんですけどね、まあ、なんせ直進安定性が悪いんでね、調子に乗って開けちゃってももうほんとどっかに飛んでっちゃうみたいなね、そんな現状のマシンなんで、まあ、ちょっとねうまく落としどころ見つけながら、もうちょっとやりたいところもね実はまだ残してるプランなんかもあるんで、その辺も含めてね、今後チューニングしていきたいと思います。ということでね、今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。この動画がね、面白いなと思ったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。ではありがとうございました。I'm just sitting here